悲しくレスター公格ま,まではないんじゃないですかでもなんか去年よりもチームの雰囲気も悪そうですよね。なんかこうピンチになった時の味方同士の声の掛け合い方とかが超ネガティブそうだもんね。いやなんかね、あの、ウォードと揉めてるってわけじゃなく、ウォードは大人なんですよ。あのプレイがいいかどうか置いといて、人として。で、ホーナはもっとあの若いんですよ、メンタルがで、良くない時に、 おウォードおじさんの優しいとこ見ないで、このおじさんのせいであの失点したじゃんとか、そういうところでこうむしゃくしゃしちゃうみたいな。よく社会人サッカーでこういう現象ありますよ。後ろのおじさんたちがしっかり運営してさ、いい感じチーム沸かしてるけど、そういう苦労とか分かんない、あの週末来て、ね、ちょっとうまくて楽しむだけの若者がむあの好き勝手プレーして、空気壊してるみたいな。だってウォードは味方ミスった時の反応とか、チームが悪い時の反応さ、本当大人って感じじゃん。頑張る頑張れ、警戒とかも見る。 でうなもうダメじゃん、これ。もう何なんだよ、みたいな。<laughs> めちゃくちゃあるある自分のチームにいたら許さないですけど、下のチームだと笑えるシェアボはそういう選手をもうバッサリと切ってきましたね。お前そこまで上手くないじゃん、みたいな人がそのメンタルのあるある。あ、それ本当あるあるですよ。本当に上手いやつっていうのは人としてできてますからね。微妙な感じの子の方がわがままみたいなの。でもこれどこでもあるみたいですね。 したらうちのチームの選手もそういえば、県選抜だとうまい人が調子乗ってたけど、トレ戦まで行くとみんな優しかったみたいな話を教えてくれたことがありました。エスターの良かった点、えー、どこだろうマディソンの瞬間瞬間ライン間に現れてボールを前に前進させるところうん、あとは内容悪くても何とか2点取ったところとか、悪かった点はもう試合中に言ったところだし、この時間じゃちょっと上げられないですね。みんなで え、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととか、いろいろね、深いところを知りたい人は、え、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園に入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。